に出陣するか。すでに勝ちは見えておる。思ったより早く見つかったね。ドンプサは先行しすぎておらんだろうか。焼けた軍がもはやここまで。生きるもの、敵の戦法を突き崩せ。しまった。ソマエを怠るとはうかつだ。体勢を立て直すまで救援願いたい。動きがこうまで早い。ここで無理に押すべきではなかろう。よい。体勢を整えぬままの三人戦ではやがて我が方に不利となりましょう。さすがは武田君、立ち直りが早い。やはりこのままでは崩されかねん。この場はお引きやれ。な、何があろうと殿をお守りせよ。妥当な判断だが、イエスはここで打っておきたいところだ。このまま骨を目と引き下がれようか。すでに恐れてます。ここまではたやすいのか。我が術中である。決勝打ち取った。一丸となってここを守るのだ。開門。押し出して進むしかあるまいが、なんな相手のようじゃねえ。兵の端々まで士気が高い。家康とそれぞれの勝負か。ここまでは早すぎる。中節は買うが、まともに相手は仕切らず早々に終わらせる。我が術中で再開しようか。開門。
ございません、親方様。家康めには逃げら。でございます。仕方ないね。徳川の残党を片付けつつ、家康の後を追うよ。届くから直ちに戻る。いや、それまで持ちこたえよ。見えている。総大将さえはしばれだろう。行け。任せておけ。間に合ったようだな。ドンピシャですな。さすがは若。親方様は必ずお守りしますぞ。武田何する者ぞ。我が命に代えてもここは守り通せ。その手の工場にも飽き飽きした。早々に肩をつけさせてもらう。元忠殿、お待たせいたした。共に武田を打ち払いましょうぞ。我ら三河武士、殿の御為とあらば命など惜しむものではない。よくぞ申した。武田の者どもよ、徳川の心意気見ようや。この連中は抜かれては殿の御身に危険が。我が身がどうなろうと断じて通さぬ。さすがは武田、ここまで。だがこれ以上は進ませぬ。三河武士とは無粋なことである。一度舞台から降りたにもかかわらず舞い戻る。敵も少しは諦めてくれたかね。敵将、討ち取った。など自慢にならん。さて、大詰めじゃが。開門。ここまでだ。この本田兵八ある限り、殿の元へは断じて行かせぬ。やぶをつついたら蛇どころか鬼が出てきたよ。総理状態変更。ここが踏ん張りどころぞ。まもなく体勢を立て直した味方も戻ろうぞ。
がにうんざりしてきちゃった。徳川もさすがにここらで打ちのめだといいんじゃがね。一生打ち取った。無働きなど自慢にならぬ。結局家康には逃げられたか。とんだ骨折りじゃったね。されど武田の部位を示せました。もう一押しすれば徳川の抵抗もやみましょう。